ドミートリー・エブゲーニヤビチシチョフは、ロシアの元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。FC ロコモティフ・モスクワでのシチョフ・シチョフは、ロシア中南部のオムスクで生まれ、サンクトペテルブルクにある、スメナサッカー・アカデミーでサッカーを始める。プロのキャリアをスタートさせたのは、当時2部の FC スパルタク・タンボフである。スパルタク・タンボフで頭角を表し、国内外のクラブからオファーを受け、 FC なんと FC メスのトライアルを受けたが2002年1月スパルタクモスクワに加入1年間のみの在籍だが18試合9得点の好成績を残したスパルタクモスクワでの活躍が認められ当時18歳ながら2002フィーファワールドカップのメンバーに選出日本戦には途中出場しベルギー戦ではワールドカップで4番目の若さでゴールも決めている 2002年、フランスのオリンピックマルセイユに5年契約で加入。しかし、ミドディディエドログバの影に隠れ、本領発揮ができなかった。2004年、FC ロコモティフモスクワに4年契約で加入し、チームのリーグ制覇に貢献。シチョフは、同年度のロシア年間最優秀サッカー選手賞を受賞している。ロコモティフでは主に、ストライカーとして起用されているが、 アナトリー V 処別監督時代は、中盤サイドでの起用もあった。ありがとうございます。